第四代、ゲインズバラ伯爵バプティスト・ノエルは、イギリスの貴族。1708年から1714年まで、キャンプデン死爵の儀礼称号を使用した、トーリー島所属。第三代、ゲインズバラ伯爵バプティスト・ノエルとドロシー・マナーズの息子として、1708年に生まれた。1714年4月17日に、父が死去すると、ゲインズバラ伯爵の位を継承した。 1718年より、イートンカレッジで教育を受けた後、1724年2月26日に、ケンブリッジ大学セントジョンズカレッジに入学した。1728年、領地の両馬番人、ウィリアム・チャップマンの娘、エリザベス・チャップマンと結婚した。ゲインズ・バラ・伯爵が結婚した時点では、厳密には未成年である上、両馬番人の娘との結婚であるためか、 この結婚は1736年にようやく公表された。二人は三男八女を設けた。1730年1月23日に貴族院に初登院。1749年3月17日が最後の登院となった。エクストンの教会にある第四代ゲインズバラ伯爵の記念碑1751年3月21日にエクストンで死去。 4月18日に同地で埋葬された、息子バプティストが爵位を継承した。ありがとうございます。